ねずこちゃん、ねずこちゃん、え、あなたがですか。でも、え、いない。いた。小さく子供になった。逃げるばかりで少しも攻撃してこない。どうして。禰豆子。朝を迎える前に光が届かないこの地下に移動しました。お、禰豆子。やめろ。入る。ここにカゴ。かまど炭治郎、家はパン屋で六人兄弟の長男。ピアスを外せ。俺は橋平伊之助。ボタンを止めろ。俺は吾妻。髪を黒く染めろ。え、でもこれ地毛。バックスの手するな。理不尽。パンを食えるのも禁止だ。副議員は朝が早い。正直やめたい。だけどこれがあるからやめられない。それは服装テック。女の子をいくら眺めていても怒られないんだ。禰豆子ちゃん、マコモちゃん今日も可愛らしいな。あの先輩も綺麗だな。小さく禰豆子、小さくなれ。あ、おお、えらいえらい、いい子だ禰豆子、すごいぞ。禰豆子。岩漆を塗って外側を固めたので強度も上がっている。ありがとうございます。すみません。山かけうどんください。あ、あいよ。こんなところ初めて来た。人が多すぎる。あ、禰豆子、行儀悪いぞ。構いませんよ、楽にしてください。200年食うんだな。食べます。よし、お前もだ。まずうどんを食べるならその竹を外せ。なんだその竹は。箸を持て、箸を。うどんお願いします。2杯お願いします。おう。一つ誤解しないでほしいのですが、鬼を人に戻す方法は。禰豆子は？治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べる必要があります。あなたにお願いしたいことは2つ。鬼じゃないか、その女は。しかも仕込めだ。仕込め？見にくいってことか？誰が？禰豆子！仕込めのはずないだろ！
よく見てみろこの顔立ちを。街でも評判の美人だったぞネズコは。なんだ。待て、止まってくれイノスケ。どうしろ。ねえ母さん。父さんは体が弱いのにどうしてあんな雪の中で長い間舞を舞えるの？炭治郎、市松模様の羽織、額に傷あり、竹を噛んだ少女の鬼禰豆子。あなた禰豆子？